ユージン・ジョージ・イストミンは20世紀を代表するアメリカ合衆国のピアニストであるユダヤ系ロシア人を両親にニューヨーク市に生まれた6歳から母親と共に公開演奏を行い12歳でカーティス音楽学校に入学ルドルフ・ゼルキンとミエチスワフ・ホルショフスキに指示1943年にレーベントリット賞とフィラデルフィア青年賞を受賞同年 友人オーマンディ式のフィラデルフィア管弦楽団と共演してショパンの競争曲を演奏してデビューを果たしやはり1943年のニューヨークデビューではアルトゥール・ロジンスキ式ニューヨークフィルハーモニー管弦楽団とブラームスのピアノ競争曲第2番を共演した1956年に初来日し日本縦断ツアーを行った一般には 室内楽のピアニストとして名高く、アイザック・スターン・デナード・ローズラとのピアノ三重相談や、スターンとのペアなどで多くの録音を残した。とりわけ、ベートーベンやシューベルと、ブラームス作品の解釈は有名で、ベートーベンの録音は1970年にグラミー賞を受賞した。独奏者としても活動し、ロジャー・セッションズやアンリ・デュティ・ユー、ネット・ローレムラに作品を移植し、それらを初演した。 友人オーマンディア・ブルーノ・ワルターラの指揮でオーケストラとも共演している。1975年2月15日にカザルス・スミボージン・マルタ・モンターニエスと結婚。1980年にワシントン DC に移転。1980年代と1990年代にアメリカ国内の30都市で愛用のピアノと専属のピアノ調律師を従え演奏旅行を実行した。 メトネルのピアノソナタ全集の楽譜がロシア以外で初めて発売された時、序文を寄せた。2001年にフランス政府よりレジオンドヌール勲章を授与される。2003年にワシントン DC の自宅で肝臓癌により死去。死の数年前まで演奏活動をノースフロリダなどの地方大学で行っていた。 レコード名演奏家全集にピアニスト賞は37年10月30日。第1冊発行 P29 音楽の友者。ザ・コンプリート・ピアノ・ソナタス。www.barnesandnoble.com。2018年12月12日閲覧。ユージーニ・エストミン。eds.b.ebscohost.com。 2018年12月12日閲覧、ありがとうございます。